はい、メタ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。あれ、久しぶりじゃない？お元気でした？皆さん、なんかしっくりこないんですよね。久々の感じでね。はい、お、なんだこれは。はい、このタモ、実はですね、先日この九州ぐるっ、こっち九州からね、こう九州からねじゃない、大分からこうぐるっとね回ったじゃないですか。その時に鹿児島県の CK メダカさんからプレゼントが届いたんですよ。宅急便で、これです。じゃーん、なんとタモの3本セット、ありがとうございます。大事に使いますんで。そしてステッカーも、はい、いいですね、ありがとうございます。さすが太っ腹。今日はまず言っときましょうよ。で、知らない、ちょっとすごい痒いんですけどね、今日ね、これね、なんだ、どうしたんでしょう、これ。いきますよ。わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい、いいですか、この辺でご勘弁ください。はい、今日はですね、すごい真面目になりましたけど今、やっちゃいましょうかね。はい、何をやっちゃう、もうやっちゃっただろうっていう、何ヶ月ブリーフね。メダカの動画じゃないって、これ。そうですよ、今日はあのメダカを紹介したいと思います。どんなメダカだい、あれだ。はい、まずは上からです。はい、素晴らしい。まあまあまあね、綺麗ですよ、うん。この今回のメダカに関してのこう、なんていうかな、一番特徴、まあヒレの付け根ですよね。この胸びれの付け根まで黒くなってるっていうのはなかなか渋いですわ、うん。で、やっぱ体内これほんと黒いんですよ。体内黒くて、側面光が強いからそこがあんまり見えてないけど、本当はすごい体内が黒くなってるんですよ。エラとかもね、こんな感じで、なんか寒くて泳ぎづらそうですけど、っていうか浮いてるだけか、はい、ですね。メスの方も、メス、実はメスの方が自分は好きなんですよ、こういうカラーが。わかんないでしょ、絶対こっちに目が行くでしょ、黒い方が。でもね、実はこっちなんですよね。おかしいでしょ、考えてることが。で、またさらにちょっとまた違うんだなっていう、このね、自分の中でそういうのがあります。はい、これ好きな人は好きじゃないかな、こういうのね。いいでしょう、アップ、かっこいいね、やっぱね、うん。頭の色もいいじゃない、素晴らしいじゃない。あ、やっぱ特徴出てるね、出てるわ。こっからまた皆さんがこのメダカを、私が、まあ、オークションに出したとして、で手に入れていただいて、でもっとブラッシュアップしていくっていうか、こうね、もっとこうクオリティを上げてもらいたいなって思いますね。私ちょっとね、違う路線で、違うカラーリングの個体をものすごく頑張っちゃってるんで、今そっちを行きたいんですよね。で、この個体が、もうやっちゃうと水槽の数が足りなくて、ちょっと、大変だなということで、はい、こ
その旅、なんだろうな、ただのコレクターだったらもうそれで全然いい、良かったんだけど、今店舗をやっぱやるってことになると、わかります、水槽の数がもう足りなくなるんですよね、全く。で次の段階の違う新種メダカもやっぱね、作っていきたいんで、そういうのもあって、このメダカを泣く泣く私のコレクションの一部だったんですけど手放します。はい、おとなしいね今日。めっちゃかっこいいんで、これ見ながらお酒でも飲んでください。皆さん、見たことない方だったらこれほんと驚くと思います。メダ家族オリジナルの側面光です。紛れもなくこれが側面光です。名前の方は、側面光アルデバラン。はい。アルデバラン。いいですか？はーい。どうだったでしょうか。八田貝ひろむのファンが実はいたんですよ、数人。日本で、まあ、一応世界にしとこうか、世界で10人ぐらい結構いる、結構いたか。うん、しんちゃんには負けちゃうんだよな。しんちゃんとケイシーはね、やっぱね人気があるわ。うん、はい、まあそうですね、また絡みたいな、準レギュラーとはい、どうでした今日のメダカ、どうですか、どうですか。またこのメダカをオークションに出すかもしれない。出そっか、出しちゃおう、出しちゃおうか、分かった、出しちゃいますわ。よし、じゃあこのメダカオークション出してしまいますわ。欲しい人もいるっていうことで、わかりました、出しますわ、うん、私のコレクションを出しちゃう。頭がね、ちょっとこれね、ちょっとなんていうかゴールドっぽいっていうか、うん、いいでしょう。まあかっこいいわな、うん、じゃあこれ出します。もう、はい、わかりました、オークションの方に出しますんで、皆さん入札よろしくお願いいたします。ドロンします。メダ家族ドエシタピヨヨン。久々でもうすごい敏感